新成人の皆さん、大変におめでとうございます。本年2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられます。1876年以来140年以上続いてきた大人の定義を変える大きな制度改正です。少子高齢化が進む中で、若い皆さんが現実的に早く社会参加し活躍できるよう、公明党としても推進してきました。また公明党はこれまで若者の声を聞き、携帯電話料金の引き下げや給付型奨学金の実現など若者政策を着実に進めてきました。今後も持ち味であるネットワークの力、小さな声を聞く力を発揮し、若い人たちが将来への夢や希望を実現できる社会の構築に全力を挙げていきます。新成人の皆様がこれから大切に育てていただいた方への感謝を胸に、さらなる飛躍を遂げられますことを心から願っています。本日は大変におめでとうございました。